よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。いやー、前回よかったな、最後な。じゃあ、続きをやっていきたいと思いまーす。よーし、ヒカルちゃん。あ、待てよ。匠だな。匠、お姉ちゃんの、スリーサイズを、めっちゃ教えてほしいんだけど。で、評価はどんな感じかな？お、めっちゃやっぱにっこりマーク。あ、爆弾ってな、やばいんかな。うん、いいよ。お、これ全員出たね。はい、マソーさん。了解。お姉ちゃん。あったあった。アツナだっけ？こんな感じだよ。スイカか。10月、おお、バスト88って、やばいな。優しいお姉さんって感じ。いいね。じゃね。ん？無様ね。え？無様ね？え？あ、そうか、ことぶきとあれか。そっかそっか、忘れとったな。ああ、あったあった、こんな感じだよ。おお、結構不幸だけど元気な女の子。テニス部か、こいつ。覚えとかな。趣味がないからな、わかんねえな。いいっていい。じゃね。あ、出た、生徒会長。校長室に用があんだけど一緒に。お、これは初めてのイベントか。あれ、これイベント初めてだぞ。よー、かずみちゃん、遊びに。かずみちゃん、かずみちゃんってすごいな。おお、ほむらではないか。ん？おってほどじゃねえんだけどさ、暇だ。ああ、生徒会長が暇なのは平和の証。さすがかずみちゃん、よくわかる。ポカーンってするな。普通にポカーンってするわ。全校生徒諸君、唐突だが本日午後は授業を中止し、あれ、これも初めてだな。校舎外の担当者は敷地内全域のおち、それではよろしく。マジかよ。こんなんあるんだ。あ、なんか毎回毎回イベントが変わるんかな。あ、ずりぞ、それあたしんだ。慌てるでないや、まだこんだけじゃ焼けるまで時間かかってしょ。めっちゃ焼き芋 してそうだな。はい、なんでここに。いや、これはついでだよな、かずみちゃん。もう資源は有効に活用せんとな。めっちゃ山芋食ってんじゃん、石焼き芋。お、修道院のあれだな。うわー、これどうしたらいいんだろう。修道院、やっぱ少女漫画だろ。なんか函館娘って感じだから。お礼を言っておくのだ。ま、貴様も良いやつなのだな。よし、電話しようか。そろそろ。あと一人、匠に聞かないといけんけど、めんどくさいな。よーし、ひかるちゃん、ひかり、ひかるかひかりか知らんけど、ひかりちゃん。お、ショッピング行くか、たまには。お、来たー、いいねー。あ、これもしかして、仲良くなった後の方が、あれなんかな、デート行きやすいとか、そんなんあるんかな。そっか、文化祭か。お、来たー、光。一人ならさ、私と見て回る。よし、一緒に見学しよう。いいねー。 あ、演奏部？今年は何を。クラシックか。眠くなるな。聞いたことある。あ、これ長いんじゃない。はい、飛ばします。はい、CD 持ってるの？すごいな。え？ああ、趣味とかじゃなくて、それって趣味じゃないの？そう
クラシックが趣味とか言う。あ、もう確かにな。まあまあだったよね。自分としては65点くらいかな。あー、やっぱり茶道部やったんかな。今日のデート、うえー、顔赤いな。ちょっと早くついちゃってさ。そんなことないよ。じゃあ行こうよ。よし、行こうぜ。今日はどうしよう。今度は洋服見こう。いいね。あ、これ買ってあげたらいいんだろうな。またあそこの女の子すごいね。あんな超ミニスカートに黒のハミストッキング履いてる。うわ、いい足してるね。みんなに足を満たしたいんだよ。確かにちょっときついよね。うわー、どうする。まあ一番上はないな、うん、この2つだろうな。確かにちょっときついよね、うん、ちょっときついよね。個性派ファッションってやつなの。おい、割といい印象、最高だな。いい選択だ。今日はとっても楽しかった。やったー。あのさ、一緒に帰ろう。イエーイ、ゲームセンター。お、いいね、めっちゃいいじゃん。あげる。マネージャーはあいつか。あれ、ん、マネージャー、え、あれ、マネージャーって転校したんじゃない。あれ、転校したんじゃないの。意味がわからんぞ。あ、ですよね。お、桜井さんだ。一緒に帰ろうと誘う。で、なんて言おうかな。ホムラ。あ、ホムラ。めっちゃ無視された。めっちゃ無視されたじゃん。最悪だな。お、来たよ、誕生日。あげる。リップクリームだ。コーヒーメーカーはダメだろ。だってこいつお茶なんだから。あら、あら、ありがとう。送り、あ、普通だったな。はい、ヒカルとデート。嘘、こんな、うわ、嘘やん。え、どっちって言ったっけ。駅前や。駅前だよね、駅前だよね。よし、ちょっと早く着いたし。あぶねー。そんなことないよ。危なかった。また可愛くなったな。どんどん可愛くなるな。あ、また不良、最悪だ。お、ヒカルとデート、いいね。あ、駅前でよかったっけ。え、多分大丈夫。あ、来てる、大丈夫。ちょっと早く着いちゃってさ。やったぜ。じゃあ行く。そうなんだ。ゲームセンターに来たよ。いつも混んでるんだけどね。うん、うん、楽しみですわ。さあ入ろう。もうちょっとさ、お互いの声が。確かにな。ここにいたくないってことかは絶対ダメだな。場所を変えよう。お、やっぱりね。あー、ゲームセンターにはあんまり行きたくないんだな。なるほどな。今日はとっても楽しかった。あのさ、一緒に帰ろうね。帰ります。よっしゃ、ヒカルとデート。あ、そうか、植物園か。そうだね、今。いやー、入ってみるぞ、植物園。サボテンってさ、いつでも。あ、確かにな。え、ちゃんと生きてるって感じがするよね。あんな武装してるのに不思議だな。うわ、どうしようかな、これ。うわ、わからんな、これ。こっちのがいいな。知らない、見たことない、あんな綺麗な。最悪だ、知ってるよ。くそー、こっちのがいいと思ったんだけどな。今日は楽しかったけど、あ
のさ。あ、まあ好感度は下がってないな、そんなにね。お、いいね、なんだよ光。すごい成績だよね、驚いちゃった。こんなん言われるの。実力だよ。ありゃ調子のいいやつだ。こんな感じだよ。あー、なんかみんな普通になったな。爆弾抱えてるけど、ホムラちゃん。こいつだな。はい、了解。こんな感じだよ。身長156センチなんだ。結構やっぱ身長低い人多いね。夢がちな占い子、本読んでる。いいっていいって。だね。はい、クリスマス。なんかね、今回ヒカルちゃんがいるのにね、クリスマスのこれもらっちゃったんだよな。あ、メイ様のお友達でいら、結構です。どうぞ入りください。よかった。ダメかと思ったわ。うわ、かわいいじゃん。君も招待されてたんだね。じゃあ楽しみましょう。いいね。そうだ、ことことはぐれちゃって。あ、プレゼント交換。あー、これヒカルのプレゼントをな、多分ゲットするんだろうな。あー、すごいよね。ヒカルのやつか。あ、修道院？マジか。おい、ラッキー。こいつ、やっぱ仲良かった方がいいんだよな。ちょっとさ、デート行こうぜ。ショッピング、ショッピング。そうね。あら、残念。残念なのかよ。いいわよ。やったぜ。まあ、この約束忘れてて。私は私で勝手にするから。やったぜ。初めてじゃないか。あ、ことぶきさんの誕生日だ。とりあえず寝よう。あ、そっか、1月1日とか言ったな。これ光るのきっとやろ。光ってるな。お、ホムラの年賀状。あー、好感度が普通ならこんな感じにくれるんだ。前回相当悪かったってことだな。お、来たよ。ヒカルが。ヒカルだよ、これ。ほら、浴衣。いいね。うん、おめでとう。やじゴー。うん。ゆっくりでいいからね。かわいいな、ヒカルちゃん。ああ、いいな。ヒカリか。あー、もうこれしかないわ、これしかないわ。君に褒められるのが。よーし、いいねいいね、めっちゃいいね。いっすわ。うーん、お参りするまでに時間かかる。それもそうだね。そうだ、考えても仕方ないことは。一緒におれる時間が増えるからいいだろ。はい、その目。イエーイ。いや、そろそろ彼女になれんの。あ、おみくじだ。よし、やろう。遠くなくっちゃ。あ、中吉だ。去年は小吉だったから。これ去年言っとったらこの話が出てくるんだろうな。中吉なんて最高だよ。俺中吉だったんだけど。楽しかったね。また来年も来られたらいいな。来年も行こうぜ。そうだね。おい、じゃあデートに行こう。あら、早かったのね。ちょっと待ったけどな。ならよかった。よし、これで成功するぞ。成功するぞ。い、ね、
コモデを見ようかな。小物なんか見ても私には似合わないんだけど。イニシャルを入れてプレゼントにどうぞ。よし、今すぐ試してみようか。それって私のイニシャル？あなたのイニシャル？間違っても二人。まあこんなもんじゃね、うん。今日はなかなか楽しい。おお。では私は好感度上がったぞこれで。ああそうだぞ。あ、どうしたんだ？飯が冷えるから手短に。飯が冷えるからっておふざけやがって。俺と運動、俺とゲームセンター行こうぜ。行く。よっしゃー。今日のゲーセンタン、その通り。思いっきり遊ぶぞい。もう選択肢も分かってるからな。あ、ロボに。あ、来たー。俺なら取れるよ。いや、俺が取ってあげようか。本当だ。よし。分かってるよ、選択肢は。すっげえ遊んだ。じゃあ途中まで一緒に帰る。イエーイ、途中まで一緒に帰ろうぜって初めて言われたんじゃないか。あ、留守電が来てる。君はまた部活を休んだので退部してもらう。すいません、だってもうあいついないんだもん。誰だっけ、あいつだよ、さくらちゃんがいないから。今度の日曜日、中央公園に一緒に行こうよ。うん、喜んで。了解了解。やったぜ、向こうから来るなんてな、最高じゃないか。楽でいいぞ。楽でいいぞ。いいね、どんどん誘ってこいや。全部 OK してるわ。ヒカルとデート、中央公園。中央公園で何するん？ようやく彼女。ちょっと早く着いちゃってさ、退屈して。そんなことないよ。じゃあ行こうよ。行くぜ。お、賛成。並んで歩こうよ。最高じゃないか。へえ、この並木道って若い人たちが多いんだ。いや、そりゃそうやろうね。俺たちだって楽しいだろ。いいね、これが一番いいかな。あ、ごめん、そういうつもりで言った。違うんか。あのさ、ミスったか。くっそ、難しいなゲームって。あ、一文字さんだ。一文字。それってすっごくなれなれしいんじゃない？いつ誰がそう呼んでいいって？こわー。よし、ヤシさん、デートしようぜ。私服ダッサいな。今日はどうするの？そうね、私服ダサいな。私と散歩してて。そう、今日はありがとう。じゃあ途中まで一緒に帰るぞい。お、来た、バレンタインデー。いいねいいね。もう早くさ言えよ、主人公。あ、お手。よしよし、ご褒美にチョコをやろう。あ、でもグレードアップした、前回と。うわ、ハレム状態でエンド迎えたりしたいな、ちょっと。お、これまたさ、こんなんしたらさ、ダメ。ミオポンやばいね。まあ白雪さんだろう。
今お帰りですか？オッケー。もうね、別のやつを選択するとね、会話にすらならないからね。そうですね。いや、帰ろうぜ。白雪さん、遊びましょう。占いで決めるんかい。やった。お、白雪さんの誕生日じゃないか。プレゼント何がいいんかな。銀のネックレス。あら、どうし、覚えててくれたことには。はえ、ダメだったの？銀のネックレスダメだったの？くっそー、ゲロゲロガルデンにしときやがった。くっそー。お、白雪さんとデート。前回のやつを取り戻すぞ。大丈夫、俺も来た、今来たところだから遅刻じゃないよ。じゃあ行こうか。ん？行こう。今日の予定はどう？どうしようかな。そうだね、ファンシーショップへ行こうか。私欲しいものがあるんです。お、いいね。買ってあげるよ。見て見て、買うものを迷ってるんです。あ、そっちか。どうしよっかな。うわー、この人なんかさ、ゴージャそうだからさ、といっても銀のネックレスはダメだったから、上かな、トランクかな。かわいいです。でもトランクそのままですから、普段使うには不便ですね。はぁ、俺もうダメだ。俺もうダメだ。もうダメだ。全然楽しくなかったです。もう誘わないでください。最悪だ。終わった。終わった。もういいよ、あいつ知るか。来んじゃねえよ、もう誘わねえよバーカ。最悪だ、もう最悪だ。あー、きつい、泣きそう。はい、じゃあ、そろそろ終わろうかなと思っております。ですね、ちょっと評価を見てみたいと思います。やっぱ光はマックスになってるんで、多分あれがマックスだろうな、にっこりしとんのが。やばいなぁ。ほら、もう顔がやばいんだよ、みんな。あ、でも白雪さん普通なんだね。じゃあ誘んでいいや。で、水木だよなぁ。うん、いいよ。ちょっとなぁ、こいつがなぁ。こいつを誘って、好感度上げなきゃなぁ。というところで、今回はここまでにしたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。